生形は、ツルメクイナカに分類される鳥類の一種。地方、アシュによって様々な呼ばれ方があり、アフリカンパープルスワンプヘンパープルムーアヘンパープルガリヌル、パープルクートフランス語のトレブサルタンという名前から、スルタナバードとしても知られる。また、ニュージーランドでは、アシュ、ピーピーメラノタスを、マオリ語であるプーケコと呼んでいる。学名のポーファーは、 紫という意味。成形は分類学者によるが、主に羽の色彩の違いから、六数亜種に分けられる。代表的な亜種は、PP メラノタス、クイーンズランド州がトンヨーロッパの亜種は、全身が、青紫色、アフリカと南アジアの亜種は、背面が、緑色、オーストラリアとインドネシアの亜種は、背面と頭部が黒色。フィリピン亜種は、背面が茶色がかった、淡い青色である。 下尾筒は白色。足は大きく鮮やかな羽毛で赤いくちばしと頭部の前面を覆う額板を持つ。体長は約50センチメートル。一部の分類学者は足をすべて種として分類することがある。例えば、P.P. マッテガスカリーンシスはアフリカンパープルスワンプ編として分類されることがある。成形は絶滅したロードハウ成形とニュージーランドの2種の高ヘを含む。 いくつかの島の種の祖先になっていると考えられる。ただし、ニュージーランドにも、オーストラリアと同じ亜種である、P.P. メラノタスが生息する。ニュージーランドでは、マオリ語でプーケコと呼ばれる。人間の到着後に、タカヘの個体数が絶滅に近い状態まで減ったため、プーケコの分布域は拡大していると考えられる。成形のエソポーファーをポーファーを幼鳥オスは、くちばしに水草を加え、 大きな鳴き声を出しながら、メスへお辞儀をするという求愛ディスプレイをする。つがいは、池や沼のヨシなどの茂みに、ヨシや水草、ゴミなどを織り混ぜて作った浮き巣を作る。複数のメスが一つの巣の中に散乱し、放卵を交代で行う。それぞれのメスは、赤葛色の反転のある、赤みがかった、高化色から、炭鉱色の卵を3から6個散乱する。一つの巣には、 最大12個産卵される。放卵期間は約24日である。集団祭自成系は、湿潤な地方の沼や池、湖の岸辺、牧草地などを好む。ペアかもしくは集団で行動し、雑食性で水草やヨシなどの柔らかい芽を食べるほか、鳥の卵やガモ、小魚、カタツムリのような無脊椎動物を食べることもある。地上の餌をついばむだけではなく、 口へ餌を運ぶために足を使うこともある。人慣れしている地域もあり、都市近郊や住宅街の池のある公園などでも容易に見ることができる。成形の鳴き声は非常にやかましく金切り声のような鳴き声を上げる。特に繁殖期にこの特徴的な声を聞くことができる。気象はそれほどうまくないが長距離を飛ぶことができる。また水かきを持たないにもかかわらず、 泳ぐのはうまい。ガイウスプリニースセクンデスなどによると、古代ローマ人は、生計を干渉鳥として、別荘などで飼育していた。また、高貴な鳥であるとして、古代ローマ人が食べなかった、数種の鳥類のうちの一種である。生計はイギリスなどでカゴ抜け鳥として、時折記録されることがある。アメリカ合衆国のフロリダ州では移入された、個体群があり。 州の野生動物学者はこの鳥を根絶しようとしている。詳しくは、パープルスワンプヘンズ・イン・ノース・アメリカを参考のこと。イアン・シン・クレール、フィル・ホッケーワーウィック・トボートン、ササル・バーズ・オブ・サザン、アフリカ ISBN 978から18億6872万7216、サリム・アリ・ジェイシー、ダニエル・ザ・ブック・オブ・インディアン・バーズ、1 2ルフセンテナリー・エディション。 1983ボンベイナチュラルヒストリーソサイティオックスフォードユニバーシティープレスニューデリーありがとうございます